お疲れ様です。ジャンクスタイルです。トミカの4月発売分について、公式サイトの方で更新がされておりますので、今日はね、そちらの画像を見ながら、って感じなんですけど、またね、ちょっと少ないのよ。なので、まあ、ちょこっと最新情報も入れつつね、やっていこうかなと思います。まあね、どうせどんどん増えていくんでしょうけどね。まあまあまあ、サクサクっとね、今日は見ていきましょう。で、ナンバー57、アート引っ越しセンタートラックですね。使い回しかな？いや、ギミックあるよ、ギミック。ギミック好きの方、よかったね。サスペンションとパネル開閉。まあ、後ろでしょうね。だよね。他に言うことねえな。まあ、とりあえず買うけどね、買うさ。で、これと廃盤、惜しいね。マクラーレン 720S ですね。これ4年半近く持ったのか。残念ながら廃盤ですね。外国車がどんどん減ってる気がするけど、ライセンスかなとかね、勘ぐっちゃいますね。ていうかこれ、荷台のところ、なんかえらく白くない？サンプル画像のせいかな？なんか、チープな感じがするんですけど、どうなんだろうね。実際、まあ多分成形色丸出しの、担保かな？シールかな？ちょっとわかんないですね。まさかシールってことないよね、これ。ちょっと怪しいけどね。で、肝心の初回がありそうなやつが、まだわかんないですね。なんだろう、最近ちょっと見切り発車多いな。やっぱ予約の開始のね、都合等々あるんでしょうかね。一応これ情報としてね、いろいろ入ってきてはいるんですけど、私のチャンネルではまあ確定情報以外はね、流さないということで、言いたいけどね、皆さんもいろいろと言いたいで、あれだよ、あれだよって言いたいでしょうけど、分かってるけど、もうちょっと我慢しよっかね。まあ予約開始前までにはね、いろいろと出てくるんじゃないですかね。まあ楽しみにしておきましょう。広げて遊ぼう、お片付けプレイパーク出ますね。なんか、こじんまりしたやつ。最近あれだね。プレイセット。こじんまりしてんなぁ。そりゃ昔のトミカタウンがプレネ出ちゃうよね。ついちゃうよね。まあ、お子さんが遊ぶにはいいんじゃないですかねっていうか、ね、あんまりでかいとさ、持て余しちゃいますしね。邪魔だしね。私の息子がちっちゃい頃に、まあ、気合い入れてさ、トミカタウンいろいろ買ってたんですよね。で、ちょうどあれだ、道路の規格が変わるぐらいの頃だったと思うんですけどね。なんか中古で買ったら合わないとかあったんですけど、まあ、無理やりね、街を作ってったら、えらく広がっちゃって、で、奥さんには片付けろって、毎回片付けろって言われるんですけど、めんどくさいよって思いながらやってたんで、まあまあ、こじんまりとしてね、片付けられる方がいいんじゃないですかね。最近あれだね、バック方式のやつ、持ち運べるやつはあんま出ないですね。その代わりなのかな、これ。これは一応トミカついてないのかな、今回。なので大きなお友達はまあ、される方が多いかもね。目玉もそこそこしますしね。で、一応今のところ4月の目玉ですかね。トミカプレミアム出ます。ナンバー37、ホンダシビックタイプ R FD2 ですね。これ出ちゃうんだと思って。で、スケールがどうせ62分の1ぐらいかなとか思ってたら、よく見たら64分の1っすね。なんでいろいろと遊べるんじゃないですかね。FD2 出ちゃうんすね。これ私知らなかったんですけど、最近なんか FD2 が人気らしくて、教えていただいたのが、トミカ。通常っていうか昔のね、トミカもう値段が上がってるらしいですね。へえーって思って、当時そんな正直ね人気があったと思えないし、ドアもね4枚になっちゃって、顔もね、なんだろう、なんかシュッとしてるんですよね。シュッとして、わかります？鋭角になっちゃってて、ちょっとね人気なかったかなって感じなんですけど、こうしてトミカプレミアムで見るとかっこいいな。で、発売記念仕様が黒ですか？いいね、かっこいいね。これは、また争奪戦かなーって感じなんですけど、まあ、予約できるんであればしておいた方がいいでしょうね。多分、午後から買いに行ってもないよ、多分。んで、これの入れ替わりが、やっぱりホンダシビックタイプ R なんですけど、こちらの分ね。使用2年半ぐらいか。で、交代ですね。これは、ちょっと思い出深いというか、私、近所の山田電機でずっと買ってたんですよね。そしたらさ、このタイプ R だけ入らなくて、入荷しなくて、なぜか。売り切れたってことはないと思うんですけどね。
で初回じゃない発売記念賞が手に入らなかったんですけど、まあその後でね知り合いになった友人からちょっと譲っていただいて、やったーってやったーって、黄色ずっと持ってなかったんですよ。結構嬉しかったですね。もうそのタイプ R も廃盤か、早いなー、2年半。まあドイツラインナップでタイプ R、 シビックタイプ R をね出したくなかったのかな。でシビックのタイプ R といえば先日ね、先日年末ぐらいかな出たやつ、新型のやつね、通常トミカの方が、定番トミカの方がなんかね、初回っていうかがエラーっていうか、下の方がねリップっていうかな、フロントの方が塗られてなかったみたいで、今出てる分が修正版になってるらしいんですよね。なので初回っていうか、あの新車シールがついてるやつがと修正前の分になるんで、結構ねマニアが今走ってますよいろんなところでね。各有私もちょっと走ってきたんでね、また後日その辺のね、事情というか私のねハンティングの旅をね動画にしたいと思いますので、うまくいけば明日編集間に合うかなって感じなんですけど、気になる方はねちょっと身の回りのっていうかご近所のお店回ってみてはいかがですかね。あの修正後の方がきっと今後ね入手できると思うんで、修正前のやつ極力ね集めておこうかなと思って。ブリスターのやつは結構見るんですけどね、箱がねもうないよだから慌てて探しましたね。でちょっと話が横道それたんですけど、ホンダシビックタイプ R FD2、楽しみですね。これはいいよ、最近いいなトミカプレミアム。でこれだけだとちょっと寂しいので、明日ですね、これ公開する動画公開するのが2月13日になるかと思うんですけど、2月14日の11時からですね、またソポルトさんで RT エヴァ初号機の86が出ますよと。これね戦火の Z でもう評判をね地に落とした形になっちゃったんですけど、ぶっちゃけ物はあんまり良くないし、箱は潰れて届くし、でその初号機か、初号機の方が箱潰れが多くて、なんか普通の封筒で送ってきたんですよね。で2号機の方は結構段ボールなんかで送ってきたんで、まあ箱潰れっていうのはあんまなかったと思うんですけど、ちょっとサポルトさんに嫌悪感があるっていう方も多いかもしれないですね。かつこれ今まで1000円だったのに、スープラと Z とって出て、今度86なんですけど、第4弾になってるけど、まあ第3弾的な感じなんですけどね、1100円になっちゃってますね。しかもね送料結構するし、1人1個までなんで、友人知人とね送料折半して買うっていうのがちょっと難しいっていうか、できないんでね、1個しか買えないんで、その辺ちょっと考えてくれないかな。でね、完売にしたらさ、あ完売になったと思ったら、どん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 後から復活するのね。じゃあ看板にしないでずっと、まあ、ちょっとね、もう不平不満を言い出したきりがないんですけど、どうすっかな？ちょっと私考えてるわ。ちょっと今日寝ずに考えたいなと思います。明日の11時までにね。昼っていうかね、午前の11時予約開始っていうのもね、って感じなんですけど。じゃあ最後の方ちょっと余計な情報が多かったかなと思うんですけど、4月とりあえずこんな感じっすね。多分まだまだねどんどん出てくる、まだまだどんどんってまだまだ出てくると思うんですけどね。あと初回特別仕様のやつが、何なのかね、正式に決まったらまた何かの折にね動画でも触れたいと思いますので、まあ楽しみにしておきましょうよね。とりあえず今週末はトミカの発売日ですね。2月はまあぼちぼちかな、3月がね、とうとうですけど、4月もどうなるかな、このままで収まるかなって感じなんですけど。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。